ということですね。1回目こうガーッといってね、2回目もまあそれなりにね、見ていただいて、3回目がもう随分寂しい感じになってるんですけどね、これにめげず、4回目も頑張っていきたいなと思います。まあとにかく実践的な内容ですね、なんていうんですか、理論も大切なんですけれどもね、実際に、指導していく上での参考になるようなことを共有できればなというようなプログラムになっております。で今日ですね、まあ、指揮法をね、まあ、なかなかもうちょっとネタ切れ的な感じになってきてますけど、まあまあでもね、いくつか見ていきたいなと思ってるんですけれども、一つはまあ結構やっぱり私もうまくいってなくて困っててですね、レッスンのたびに注意される、まあテンポの変化ですよね、リタルダンドがかかってたりとか、アッチェレランドがかかってたりとか、でこれ曲によっても状況違いますよね。音楽がこうこのテンポの変化だけでこうグッと盛り上がるようなところとか、音楽の盛り上がりに合わせてテンポも徐々にこう上がっていくであるとか、ここら辺の判断もとても重要なところかなとは思うんですよね。まあこの自然なテンポの変化、もちろんこれ曲によっては急激な変化っていうのを求めるところもあるでしょうし、まあそれも含めてですね、まずこの音楽的なテンポの変化について、あの指揮者の側が理解しないといけないと思うんですよね。まあそこにですね、必然がないとダメだと思います。自然さというんですね、この音楽的に、なるべくしてなってるテンポの変化であるべきだと思うんですね。でまあ、ちょっとそこ難しいと思うので、まあ、一番いいのは、まあ、やっぱ参考音源とか、まあ、プロフェッショナルな人とかですね、まあ、その道に長けた方が行うこのアッチレランド、リタルダンド、その曲を振ってる音源とかね、映像とかあればもっといいでしょうけれどもね、それをまあ真似するっていうのが、まあ、一番じゃないですかね。私なんかもね、動画で上げてますけれども、指揮のレッスンでね、じゃあベートーベンやるよとか、ハイドンやるよとか、今ブラームスやってますけどもね、まあ、そうすると参考にしてる音源がこういうんでね、先生からね、誰の聞いてんのみたいなね、もうすぐ分かっちゃうみたいなね、そういうところあるわけですけれども、まあそれもまあ最初はね、そんなもんじゃないですかね。やっぱり、まあ、学ぶは真似部から来てるなんて言いますからね、まあ人の真似をしてですね、で自分のものね、手張りですから、まあ、まずはモノマネでもいいですから、取り入れていくといいんじゃないかなと思います。でその自然さの部分でもう一つ、これ重要な観点でですね、これかなり吹奏楽の世界では見落とされてるというか、あんまり考慮されてないんじゃないかなと思うんですけれども、演奏者的にという部分です。でこれ吹奏楽の世界では、まあ、特にこれアマチュアです。プロフェッショナルはそういうことないんです。ここまたポイントですよね。プロフェッショナルの方は自分の中でその自然さを崩さないでですね、リッとかけてくれますから、仮に指揮者がね、トンチンカンでむちゃくちゃなテンポ変化しても、あ、それはちょっと無理なんですよねって言えるのがプロフェッショナルですよね。ところが、まあ、アマチュアも特に生徒なんかね、まあ、大人の方でも真面目なんでね、指揮者の要求に応えようとしてくれちゃうわけですよ。もうそれ不自然ですよっていうようなタイミングでもね。だからここね、やっぱり楽器演奏する上でですね、それ可能ですかというところですね。これ実際レッスンでピアノの先生からね、そうは弾けないよねみたいなね、そうはなりませんよとかって、まあ、よく言われるんですよね。だからやっぱり、指揮をする側っていうのは演奏上も自然で、音楽的にも自然でって言って、そうすると音楽とも演奏者ともつながれて、一つのものができるということだと思うんですよね。まあ、これ考え方の部分だと思うんです。はい。ですから、まあ、ぜひですね、このいろんなリッドテンポの変化しているところを見ていただいてですね、まず準備をしていただくっていうことが大切かなと思います。で、その上で、まあ、具体的なリッドの仕方っていうところだと思うんですけれども、一つはですね、これまた私もよく注意されることなんですけれども、大きく距離を取ってですね、で大きく振れば力強くなりますもんね。でもこれがテンポの変化を伴う時に、
大きいままでいったら何が起きるかっていうと、これ早く降らなきゃいけなくなっちゃうわけですよね。それはちょっと問題がありますね。力も入っちゃいますしね。距離を変えていかなければいけない。だからここもまあこれ式法でバトンテクニックとして習うところですけれども、この式の距離感だけでこう勝負しちゃうとですね、不自然になります。ですから短い距離でも力強さを出す、ね、距離を使わなくてもフォルテッシモを要求するとか、まあ、これは左手も使ったりするわけですけれども、まあ、そういうことが必要になってくるわけですね。だからこれ物理的な法則で言ったら手の重さだけで落ちてるわけですから、まあ、厳密にと違いますけど落ちてるわけですから、スピードは一定なわけですよね。ってことは速くするためには距離を短くしなければいけないですよね。で遅くする場合には距離を取れますよね。これを守らないと同じ図形のサイズのままテンポを変化させていくっていうのは、まあある意味無理があるっていうことですね。これかなりの方があまりチェックできていない気がしますね。見ていてどうだろうなと。またやっぱり早く振ろうとすればそれ力も入りますしね。でテンポは一定じゃなくなってしまいますね。ですからこれ練習としてまずこのちっちゃい図形から大きくしていって最大までいって戻ってくるっていうのを、まずテンポ変化させないでですね、こうやって1と2と3と4と、この図形を今度1と2と3と4と、さらに1と2とこう段階に分けてですね、やっていくといいんじゃないでしょうか。これを今度は2拍ずつにしてみる。1と2と、あ、1、1、違う、1と2と、ここから3と4とみたいなね。これ結構難しいですよ。一拍ずつにこの距離感を変えていくっていうやつですね。その時図形が崩れないようにすることが必要ですね。図形は前回も触れましたけれども、演奏者にとっては道しるべですのでね、図形がぐちゃぐちゃだと混乱した演奏になりやすいですから。ということでこの距離感の関係で、そこに、力感をですね、こうフォルテなのかはもちろん柔らかくね、こう尺位ですね、という技法ですけれども、要するに加速減速がない振り方でも同じですね、距離感を変えていく。でこの時、これはリッド、アチェレランドに関わらずですけれども、口でカウントしましょうね。ですから1と2と3と4とって、これは均等にいってますけど、これをゆっくりしたいんであれば1と2と3と4と1、法則性が今リッドでしたけれども、だんだん基本等間隔に行く、それは練習です。もちろんこれが慣れてきたら1と2と3と4とって溜まっていくよって。でこれも不自然に溜まりすぎちゃうと、要するにこう曲がこうグーッともらって 1,2,3 と4と、でも無理ですよねそれね、何それっていう感じ、いつまで行くのって感じになっちゃいますよね。だそこはやっぱり自然さがあるわけですよね、こう感じながら。だから基本は等間隔ですね。ボールがバウンドする、ボールがだん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 こう下に落ちていくようにね、予測ができますよね。そうすると演奏者も吹きやすい、でもっと言うと聞いてる人も聞きやすい、自然なリタルランド、アッチェレランドがある。で自然があるからこそ不自然も生きてくる。だからこう行くのかなと思ったら急に変わるとかね。だからありますよね、アルメニアンダンスじゃないけど、チャーッとやってジャンツチャ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 ってこう行くやつとかね、まあそういうのがこうお客さん、まあ音楽をよりこうバラエティに富んだものにするというような工夫なんだと思うんですね。ちょっとこの後ですね、演奏実際のこのリタルランドのところとかね、ここに画像を入れてみたいなと思ってるんですけれども、まあそんなのも見ながらですね、参考にしてもらえればなと思っております。
はい、今日2つ目のポイントですけれども、2つ目のポイントは、まあ、指揮法というか、まあ、普段の気をつけることって、あの2点ほどちょっとあの練習法っていうんですかね、指揮する上での、あのこれができるととても良くなりますよっていうのはですね、何かっていうのを触れていきたいんですけれども、まあ、1つはあの合図ですね。あのメロディーでもいいですし伴奏でもいいですし、これは合図を入れる練習です。アウフタクトでもいいですし、その始まりのところですから、4拍目からアフタクトから出ますよ、 1,2,3,4 から出る、そしたら合図を3拍目に入る、 1,2 はいどうぞ、ね、2拍目から出る、 1,2,3,4 はいどうぞ、ね、これをね、練習だったらばもちろん時間があればスコア見ながら音楽見ながら入ってやるのはすごくいいんですけれども、まあ、これなかなか取れないですよね、忙しくてね。だからそういうの言い訳しちゃいけないんですけれども、だったら合奏中やってください。あの演奏してるところに合わせてね、メトロノーム使いながら合わせて練習しましょうよって話しましたけど、その時にはいって言えばいいんです。そうすると生徒も演奏者も反応します。必ず反応します。あなたですよ、あなたですよってね、それすごく重要だと思います。あの指揮振ってる人は何を聞いてるのか、演奏してる人にとってみれば、まあ、分からないですよね。それを明確にしてあげます。私は今あなたを待ってますと、はい、次はあなたです、次はあなたですっていうのを、これはね、本番の曲中ね、なんか昔ね、小沢誠二があのカラヤに怒られたっていう話もありますけれども、まあそれはプロフェッショナルでね、全員はい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 とかってやったらね、うるせえなって感じになっちゃうと思いますけれども、まあでもね、実際の本番中でも少し今ここだよって合図を上げるだけでも気持ちがあの落ち着く、あここで出るんだよねっていう、なんか寄り添ってあげられることにもなりますし、特に練習リハーサルの時には全員に対して合図を送るぐらいのつもりがちょうどいいと思います。それは一人一人が指揮者とつながるっていう、まあ人パートもあるでしょうけども、つながるってこともあるし、指揮者にとっても非常に有用だと思います。曲の理解が進むっていうんですかね、このメロディーはこういうものなんだなっていうのが見えるかなと思うので、これはとても重要だと思います。あのもう本当に自然にはい、はい、一拍前にはいが入れられるようになるか、これやってみてですね、入らない方ね、まあ最初の頃なかなか入らないと思いますけど、これ合図出せないです。それはあのはいが入れられない場合はね、まあ、それぐらい重要な、まあ、基本的な技術ですので、ぜひ習得していただけるといいかなと思います。あともう一点ですけれども、先ほどのリッドのところでも出てきましたけど、カウントをすることですね。で、これ、まあ、なんてことはない、テンポの変化もない、ただ4拍子ですよっていうんだったら、まあ少し余裕はあるかもしれませんよね。でもですよ、自分の演奏が、テンポがこうきっちりしていてですね、気持ちが盛り上がったりなんだりして、こう、グラングラン揺れちゃったりとかっていうのはないよっていうのはね、これなかなかレベルの高いことだと思うんですよね。でそのテンポを、まあ、繰り返し言って触れてるところですけれども、キープするっていう上で一番有効なのは拍の間を埋めることですよね。 1,2,3 って数えてたらそりゃ間長いですもんね。これだからツッ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 とかダダ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 ダ、できるだけ細かく刻めば刻むほど正確になっていくっていうのは、まあ、これはね、楽器を練習させる上で必ず要求していることだと思うんですけれども、まあ、それと同じことを指揮者もやるべきだと思うんですよね。ですから合奏中にじゃあ、いろいろ確認しましたね、じゃあ一回ここの部分合わせてみましょうとか、あスタートにちょっと合わせてみましょうっていう時にメトロノーム使ってもちろん結構なんですよ。でも振ります。その時にこう1と2と3と4とってこう数える習慣ですね。でこれは特に複合拍子、いわゆる変拍子になってですね、ツッと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 って、またアルメニアダンスですけどってなった時は言った方がいいですよ。
豚、小豚、小豚、豚でもいいですし、これが慣れればですね、いけますけど、これがなかなか入らないですよね。ツッとツッとッとツッとッとパラララララって、そこでハイが入らないですよ、なかなか。ですから豚、小豚、小豚、豚とか、小豚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 みたいなね、まあ123でもいいんですよ。数えながら、もう最初の頃は、最初の頃は、まあ、随分長らく本番中も口で言いますよね。口動いてますもんね。実際にコンクールの式とかね、映像で見ても数えてます。ちなみにこれはプロの方だってそういう面ね、見たことありますけれども、あるない話ではない。だから全然恥ずかしいことじゃありません。あんまりでかい声でね、 1,2,3,4 とかね、まああとね、歌っちゃうとかね。私も一番最初のコンクールの時にね、指揮者の声が聞こえますとかで書かれちゃってですね、非常に反省しましたけど、まあそれはちょっと音楽をね、阻害します。まあ、ね、小馬券ぐらいになったらね、うーんとか言っても許されるんでしょうけれどもね。まあということで、カウントしながら練習する習慣ですね、これをお持ちいただくと、テンポも合ってくるし、いろんなことがスムースにいくかな。これ結構口で言いながら1と2とかツッタッタッタツッタッタッタとかって言いながらできないんですよね。難しかったりします。ね、私もあんまりリズム感ない方なので、手拍子してるといつの間にか裏拍になっちゃうみたいなね、そういうタイプなので、相当意識しないとダメなんですよね。なのでそういう工夫をしていただくと、器用な方はできるんでしょうけれども、一般的にはですね、そういった工夫がないといつまでたっても不安定なテンポの不安定な演奏になっちゃうかなと思います。さてそれではですね、次はですね、まあいろいろポイントはありますけれども、まあ、指揮法からちょっと広げてですね、スコアリーディング、これも私実際専門家じゃないので、ちゃんと教わらないということですね。でまたこれまた本当にこう人それぞれいろんなやり方があるようで、いろんな先生からこうだよあだよと教わる中で、あこれでもいいんだなみたいなね、まあ、そういったのも含めて今やってるのが答えじゃないので、この先また変わってくとは思うんですけれども、とりあえず現段階でですね、私のでこうやってスコアを、まあ、読んで準備をして、で、合奏していきますっていうね、そういったものを、まあ、皆さんと共有できればなと思ってるんですけども、まあ、例えばですね、こんな曲ありますよね。はい、やれるかな。はい、でまず最初に、あこれはあれか、これなんかね、よいしょ、分かりやすくなってると思うんですけど、まあ、これこういう曲ありますよね。で、何をするかっていうと、この線引くですね、こうやって、あこれ全員がやるわけじゃないんでしょうけれども、でもこれ何やってるかっていうと、こうまずこの曲の構造を理解することなんですね。でこれ何拍ごとにこうフレーズが切れてるか、はい、大体偶数ですよね。まあもちろん奇数の場合もありますけれども、だからこうちゃんと綺麗に割れていく、4小節が2つでセットで8小節で、それが16小節でっていう、そういうこうかっちりしたフレーズ感の曲ほど、まあ、安定感は出ますよね。安定感は出るんだけれども、まあちょっとね、今ちょっと面白みがなって、まあいろいろあるんでしょうけれども、まあ、とにかく、まあ、これはまあマーチですからね、課題曲の非常にきっちり作られてますよね。でこう読んで割っていくと、あここだけこう浮いてんだなとか、にこれはまあつなぎの部分なんだなとか、 あと一番重要なのはその中のフレーズですよね。どういうふうに向かって、どういうふうに終わってっているのか、こういったところを理解する上で、まあ、まずね、まあ、こんな小説番号とかも振りながらね、線を引いたりとか、まあこれどうでしょうね、中にはね、こう小説番号を生徒が振ってそれをとかっていう方もいらっしゃるんで、まあそれはもう全然ね、いいですね。はい、まあなんですけど、自分でやった方が勉強になるかなって私は思うんですけどもね、いかがなもんでしょうかね。で、まあ、まず線を引いて、でその次にするのがこの
グルーピングって言って、これ色分け、他の先生から教わってですね、こうやると分かりやすいですよなんて言ってね、いやもう僕は本当楽譜見ただけじゃ何も分かんないので、一個一個こう見てってですね、そうすると、あ、まあ一応ちょっと自分の中の法則でね、メロディーは茜とか、まあいろいろ決めてるんですよね。そうするとこうメロディーを担当してるのが、あ、こうやって動いてんだなとかっていうのも分かったりしますし、これ色で分けとくと何が楽かって、あの合奏するとき楽ですよね。見落とすことない、もう例えばユーフォニウムとかね、バスンとかよく忘れられちゃって、私やらなくていいんですかみたいなね、感じ悪い人いたりしますよね。いやまあそんなこと言わないでみたいなね感じになります。これやっとくと絶対忘れないですからね。あとよくあの合奏の効率非常に悪い人で、うんと、このメロディーみたいなの吹いてる人やってとか言って、まあそう分かんないですよそれ、え、やるのやらないのみたいな、うち途中からなんだけどとか。だからこれ合奏の効率を良くするためには必ず指定してあげてくださいね、何番の何の人が吹いてくださいとか。いやもちろんこれ生徒がちゃんと、演奏者が理解しててですよ、この何小節目の何のフレーズ吹いてる人吹いてくださいって言ったら、みんなが、あ、私ですって分かってる状態だったらそれ OK ですけれども、なかなかそうはなってないですよね。だからやっぱりこの人は吹いてくださいって指示していかないと、ね、何の目的の何をやってるのかよく分かんないじゃないですか。でそれをうーんとって毎回ね、これかなとかちょっと違うなとかって言ってたら、もうそれ時間無駄ですからね。それだけで合奏の時間が伸びてますので、それは指揮者の責任なんですよね。これは生徒の責任、演奏者の責任ではないですよね。ということで、まあ、このグルーピングっていうのは非常に重要かなと。でこの時にですね、いろいろまあチェックするわけです。で例えば組み合わせ、あ、フルートとオーボエと、まあね、クラリネットが重なってんだなとか、まあこれはオープニングなんで結構みんなでわーっと吹いてますけれども、じゃあ少なくなりましたって時の最初の組み合わせはクラリネットとフルートだなと、次の組み合わせは、あ、違うぞみたいなね、オーボエとなんかだぞみたいな、そうやってこう作曲者がですね、作曲するにあたってこのオーケストレーションですよね、これをどう工夫してらっしゃるのか、これはもうすごくこの作曲なさってる方のですね、カラーであったりとか、まああのおこがましい方なんですけど、力、その方のがよくわかりますよね。あ、これうまくいくよねとかね、あ、これじゃあちょっとねうまくいかないなとかいうのも頭に入れながら、この組み合わせ良くないなとか、これ自分のバンドの都合でもありますよね。あ、このパートはまだちょっとね下級生しかいなくて大変なんだよねとか、力がない人がいてとかっていうのもあったりしますよね。じゃあそれをなんかうまくしなきゃなって頭に入れといて実際にやってみるというようなところも、とにかくこのグルーピングをすることによってオーケストレーションをチェックして、であともう一つ重要なのは、皆さんどうですかね、この楽器の主従をね、例えばフルートとオーボエとクラが重なってるからみんな頑張れみたいなね、いやそれもありかもしれないですけども、オープニングはねみんなでこうバーってチュッティーと全体のサウンドでとかいいと思うんですけど、これがもうちょっと人数が少なくなってですよ、一番最初例えばこれですよね、こうね、マーチが始まりましたよって言ったら、第一マーチのところ、マーチ祝典のための行進曲ですもんね、クラリネットとサックスが重なってますよね。でこれ指揮者の選択権がもちろんあるかもしれないですけど、これサックス主体でいきますっていう、これなかなか斬新なね、もうクラはもうできるだけサックスに寄せてねと、もうとにかくサックスのね、あのキラキラしたちょっとこうシャープな感じ、まあ柔らかくてもいいんですけど、クラリネット、あ、サキソフォンらしさを出して、いくよとか、まあ、それもいいですよ。なかなかこうレアなケースですけどね、まあ、普通クラですよね。サックスはね、もう合わなかったら吹かなくてもいいよぐらいになっちゃうと思うんですけど、まあ、主従をつけるっていうのも重要ですね。それも選択しておかないと、合奏する前にここはこの組み合わせになってますけど、この人は中心ですよと、もうで例えばその理由もやっぱり言った方がいいと思うんですよね。一番最初はこれで行くんですと、なぜなら次の回にはこの組み合わせになってますからと、だからその時はこっちを生かすんですというようなね、そのコントラストをつけたいのでとか、例えばトロンボーンとホルンとね組んでますよ、でもここはトロンボーンなんですとね、まあファンファレのようにとか何でもいいんですけど、
なんかそういった自分なりの、根拠をですね持つためにも、このグルーピングをして主従関係をある程度見据えて、でもちろん変わってもいいんですよ。やってみたらちょっと物足りないかなとかってね、じゃあここ変えてみようとかっていうのはそれはもちろんあるんですけども、まあ事前の準備としてですね、まあグルーピングで色塗るっていうのはね、この間あのからおすすめしてるマウチェリさんっていう人が書いてですね、まあ、指揮者の役割みたいなそういう本ありましたけれど もうそこでね、なんとレナード・バーンスタインもねスコアに色塗ってたっていうんですから、今日のリハーサルでやるところはここだよ、もう事前の準備してる、頭の中に完璧に入ってるような天才でもねそういうことやってたんだなと思ってちょっと感動してしまいましたけれども、まあということでですね、このスコアリーディングの2つ目のポイントはそのグルーピングですね。で3つ目はやっぱりいかがでしょうか、皆さんの、私も全くダメでですね分からなかったんですけど、このこれですね、こういう和声ですよね、和声コード進行ね、コードネームでもいいんですよ、とにかくカデンツをちゃんと理解するね、調整を確認して、でどこにどういうコードが使われて、あここはちょっと斬新な展開してるんだなとか、逆にここはオーソドックスな展開をしてるからちょっと落ち着くよねとか、でやっぱりこの中でコードが見えてくると、今度はこれ音楽の3要素ですんでね、ねリズムですよね、ハーモニーですよね、でメロディーですよね、でこのメロディーがこのコードに乗っかって吹いてる時に、素晴らしい作曲家であれば、ちょっと難しいな、でもなんで基本的には、このメロディーのウェイトがかかるところ、盛り上がるところっていうのは、この和声とうまく何て言うんですかね、関係性が絶妙にできてるわけですよ、ね、でこうポイントはやっぱ非和声音ですよね、その使ってるコード、まあ、4つの音でもいいですけど、その中をこう縫ってるあたりの音とか、次のコードの使ってる音とかね、こう異音とか、これを見つけて、あここにウェイトがかかって、しかもそこに向かってってるねみたいなっていうのは見えてきます。でこれは勉強するしかないですね。私も本当にもう全くわからない、もうピアノも全然弾けなくても、最初に弾こうと思ったら最初のドがどれだかわかんないみたいな、そういうレベルなので、もう本当に苦労しましてですね、してます、今でもしてますけれども、これはやっぱ和声のレッスンにちょっとね、お世話、先生にお世話になって、本当出来が悪くて、毎回ね、ね、3音が抜けてると酸欠って言われてね、もう息苦しいよとかって言われちゃいながらですね、はい、もう本当にどう出来の悪い生徒なんですけど、もうお付き合いいただいて、まあ、何年間か習ってですね、まあ、こんなんかなみたいなね、一応1巻2巻3巻っていうのはあるんですよ、和声の勉強するのね、まあ、それをやれってわけじゃないんですけれども、もっと簡単に書いてあるあります、問題じゃないや、解説書が、ポップスのやつでももっと分かりやすいと思います、コードテクニックみたいな、まあ、それでもいいのでちょっと勉強した方がいいです。これはもうじゃないと曲の理解っていうのは、まあ、限界があるんじゃないかなと思います。でこの和声が見えてきて、メロディーとグループが見えてくると、その曲の構造が見えてきますね。こうもう専門家の方はだってもう楽譜見ただけで音楽は頭になってるわけですもんね。素晴らしい。はい。まあ私無理なんで、もうピアノとかもこんなになりながらこう、音違うとかね、足アポ落としちゃったとかね、もう単調だからどうなんだよこれはとかって言いながらやってます。もうね、もうこれは四苦八苦です。でもそれはしょうがないですよね。できないんですから。まあやっていくしかないかなと。いうことでございます。で、まあ、そんなことをした上で、さあ次、もうこれで終わりじゃないですよ、まあ終わりっちゃ終わりなのかもしれないですけど、準備はね、次は曲のスタイルですよね。スタイルを知る。でこれポップスのところでも言いましたけれども、もう私もその音楽のスタイルってその明るいわけじゃないので、あこれはレゲエのなんとかだねとかっつってね、このノリがとかって分かんないので、もう毎回勉強します。その原曲を聴いたりとか、あこういうノリなんだなとか、こういうリズムなんだなとか、もう聴いたり、まあ、読んだりね、参考材料を見て、でそう一回一回の勉強が蓄積ですから、スタイルを知っていくっていう、
ただ本読んでね知ってるっていうのも、まあそれも大切なことなんですけど、やっぱそれを実践して、そういう曲を実際にステージで演奏して自分のものになると思うんですよね。ということで、まあ少しずつだと思うんですけれども、一曲一曲こうスタイルを確認していく、まあ、特にね吹奏楽の曲っていうところで言ったら、まあマーチね、マーチもちょっともう私も分かりませんよ本当に。まあ、本当に勉強していかなきゃいけないですけど、例えばスーザのマーチはこういうスタイルだよねとか、まあ、この間もあのマリンバンドね、浜松とか横浜まで見に行ってですね、素晴らしいなと。で隊長さんがあのこう、ね、マーチの演奏はこういうところなんですよって言って、ああそっかみたいな、ね、このノリなんだなっていうね、すごい勉強になりましたけど、まあ、まだまだ深い世界ですからね。だからドイツマーチはこうだよとか、まあ、いろいろあるわけですけれども、まあ、それを少しでもかじって、もうこれも手っ取り早くもう聞く、ね、とりあえずあこんな感じねって、で比較すればあなんかちょっと違うのかなみたいな、あともちょっとした解説ね 見たりして、それだけでも違ってくると思うんです。やらないよりはいいです。なんだかよくわかんないままやるっていうのは一番、まあ、演奏者も辛いしね、指揮してても指導してても辛いと思いますので、とにかくスタイルを知る。でクラシカルな作品であったら、まあ、バロックとかね、まあ、バロックっつったらもうそのままなっちゃいますけど、まあ、古典派なのかとかね、まあ、印象派とかね、ロマン派とかね、まあ、ロマン派が来て今度は近代ね、フランスものとかね、あのいわゆる印象派とか、まあ、現代、まあ、現代ってやっちゃうとね、もうほんと毎年課題曲5番で現代音楽やってますけれども、まあ深いですね奥がね。まあ、素晴らしい作品たくさんありますので、ということで、まあ、まずこの曲はこういうスタイルの音楽だよねっていうのをまず事前に知っておかないとやれないですよね。あの得意なものもあると思いますけれども、苦手なものもありますよ。苦手とか知らないものもありますよね。それはやっぱり事前に勉強した方がいいかなと思います。でこれポイントですけれども、吹奏楽のオリジナル作品ってじゃあ 何のスタイルなのってなるじゃないですかね、これスタイルがないんじゃないんですよ。ないんじゃないんだけどないんです。なんだそれって話ですけど、これは作曲家の方はそのスタイルをイメージして、ないしはそのスタイルをぶっ壊そうと、まあでもどうでしょうね、今まであった作曲のスタイルを完全にぶち壊した、すごいもう本当にこんな音楽ないよっていうのは、まあ、あるのかもしれないですけど、多分吹奏楽じゃないでしょうね。はい、そうないと思います。大体オリジナルとかルーツとかがあります。一つはヒントはあのプログラムノートですね。作曲家の人がこんなことをイメージして書きましたよっても大体そう書いてありますから、こんなイメージとかね、あの人気のね作曲家の方でも、例えば清水大輔さんとかね、映画音楽好きですとか、ジョン・ウィリアムズ好きですとかで、あそんな感じなのかなみたいなね、あのね、すごくお世話になってる小永谷先生とかもね、あジョン・ウィリアムズ好きなんだろうなっていう感じ、ね、しますよね、スター・ウォーズだなみたいなね、ということで、そのカラーもありますし好みもあるし、そもそもその作曲の大前提としてそういったものを取り上げてるってこともあるんですよね。でそれを指揮する人が、まあ、指導する人がチョイスして、この曲はこのスタイルだよね、こっちの系統だよね、ここの部分はこれだよねとか、あでそれがこう一貫してないっていうのが結構難しかったりするんですよね。非常にこうロマンチックなね、ロマン派な感じの音楽かなって思ったら、ちょっと古典的な感じ、こうかっちりした音楽になったりとかして、その使い分け、それがこう融合してる、まあ、新しいものですからね、新作なわけですから、それはもう作曲家の方の自由ですからね、その時代には見られなかったようなものなの、そこをこの場面はちょっとベートーベン的にとか、ここの部分はブラームスっぽくとかってなれるかどうかがやっぱり重要かな。なのでいやそんな知らないよっていう、まず知らそこは難しい、難しい、私だって知らないんですよ、まあ、勉強してるんですけど、これやっぱり私指揮法研究会でそういったバッハからね、バロックから順番にこうやってきてるんですよね。今ブラームスまで来て、まあ、これがこの後、まあ、近代、ね、に行くわけですけれども、まあ、ということでそういういろんな時代のいろんな音楽、ね、に触れることで理解が進む、本当に、
あなたの知らない世界って感じですけどもね、を教えてくれる場所でとても感謝してますけども、これはもう知るしかないですね。もう聞くしかない。もう本当に聞くだけじゃなくて本当はスコア見てね、聞くともうとても勉強になるんですけど、まあまあそこまでできるかどうかは難しいと思いますけれどもね。とにかくスタイルをこんな感じ、あこれなんかベートーベンっぽい、運命っぽいなとかありますよ、いっぱいありますから。だから作曲家の人の中にそういうのがこう息づいてるね。ということでその作品とスコアの準備っていうのはやっぱ作品と向かい合う、つまりこれ作曲家の人との対話ですよね。あこんな工夫なさってるんですねとか、ここがポイントですよねとか、でこれはそれがもうパッと見たらパッて出てきたらね、それはもうプロですよ、それはね。でも私たちアマチュアの場合はこれを準備してで実践して気がつく、あこんなことあったの、もうそれはもう日々そういうのを繰り返しですよね。でもそういう姿勢でスタートしていくと、まあ楽曲の理解アナリーゼですね、は進んでいって、より良い、まあ、演奏合奏練習になっていくんじゃないかなと思っております。ぜひ、まあ、もしねそういった点参考になればいいかなと思って、今回取り上げさせていただきました。ということで今回はこう3つの、まあ、ポイントを挙げさせてもらいましたけど、テンポの変化の部分で、2個目は練習で実践してほしいことですね、はいってこう合図を出すときに一拍前のはいっていうのを言えるようにする、あとカウントしながら振る、で最後はスコアリーディング、楽曲の理解アナリーゼの、まあ、ポイントですね。いずれにしてもあの私がいろんな方から教わって、あそうだなと思って実践していることをここでお伝えさせていただきましょう。その中でも何か一つね、あやれるなっていうことから始めていただくとまた大きく変わっていくんじゃないかなと思いますので、これ大切なことはやることですよね。やる指がやることね、まずやることで継続することね、これですよね。これは、まあ、PDCA じゃないですけどもね、ということで、まあ、一緒に皆さんとですね素晴らしい時間をこう共有してあのいければなと、音楽というものを通じてねいければなと思っておりますので、ぜひまた次回もお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。